はい、どうもスタッフ健太です、今日は5月の、20日木曜日になります、Vlog スタートとなります。ですね、いろんなお話がありますが、今日はですね、ちょっとその中でも2つ、お話をしていきたいと思います。まずですね、火曜日に開催されましたズイフトレーシングリーグ、もう最終戦にですね、どんどん近づいてきておりますが、首位争いをしているですね、私たち、ZWC、アライズなんですけど、リーグ戦ですね、8戦行われる中で、今ですね、6戦が終了し、わずかですね、1ポイント差で、首位となっております。火曜日のですね、7戦目は、苦手としているですね、チームタイムトライアルだったんですけど、まあ苦手としているという感じよりも、首位争いをしているですね、オーストラリアのチームエアローというですね、チームが、TT スペシャリストさんだらけでですね、かなり早いんですね。で、その、エアローとですね、私たちが、まあ、今バトルをしているような感じになりますが、今回のですねチームタイムトライアルは、私たち、5名での参加となりました。マックス6名なんですけどね。で、ローテーションですね、かなりうまくいっていたと思います。はい。今回ですね、TT とかあとヒルクライムに強いですね、小林くんというですね、乗鞍13位だったかなの、選手がいるんですけど、結構ですね、この小林くんが長く、引いてくれたおかげで、チームとしてですね、2位ですね、となっています。トップのエアロと19秒差で、ゴールすることとなりました。なかなかですね、いいタイムだったと思いますが、またですね、これプロ選手と比べたらまだまあそこまで、1分ぐらい差が あるんで、やっぱ出力面でもですね、全体的にもう少し上げていかなくちゃいけないかなと思っております。今回ですね、これでまあ1位と2位ちょっと変わったんですけど、同率のですね、一応、総合のポイントとしては、同じですね、ポイントとなっております。ただですね、全レースで、中間ポイント、合計していくと私たちの方がですね、上回っておりますので、今のところですね、私たちの ZWC、アライズがですね、総合1位となっております。はい。次のですね、最終レース、かなりですね、山岳がきついコースとなっておりますが、ここでですね、ポイントをしっかり取って、このシーズンですね、首位で、通過できればいいかなと思っておりますので、火曜日のですね、25日、18時30分ぐらいからですね、またライブ配信をさせていただきますので、応援よろしくお願いいたします。ライブ配信の方ですね、今までちょっと古いパソコンの方でやってたんですけど、今回ちょっと新しいパソコンにチェンジしまして、若干ですね、画像の方綺麗になっておりますので、HD で見ていただければいいかなと思います。はい。今日のですね、もう一つのお話が、昨日ですね、ちょっとホームページにも書かせていただきました。まあこっちがですね、ちょっと本題と言ってもいいお話なんですけど、スペシャライズのですね、契約打ち切りの件について、ですね、ちょっとかなり暗い話になってしまいますが、ですね、この話に関してはちょっと細かいですねところまでちょっとお話ができないところがあるんですけど、実際ですね、うちとしてはスペシャライズジャパンが立ち上がった14年前より前ですね、大和製鋼というですね、今グローブライドと言われてる、フォーカスとかコラテックとか、やってるところなんですけど、そこがですね、もともとスペシャライズの、代理店として、やっておりまして、その時代からですね、スペシャライズのバイクを販売させていただいておりました。ただですね、今回、実はですね、全国でおよそ100店舗ぐらいなのかな、ちょっと そのぐらいのですね、お店が契約を打ち切られるというお話となりました。
まあこれですね、結構急な話ではあったんですけど、まあ実際多くの販売店が、まあ何が起きたのかわからない感じです。実際にうちもそうでしたし、多分多くの販売店がかなりですね、びっくりみたいな感じの話です。まあその話が、まあ、5月の中旬ぐらいにあったんですけど、まあ、今シーズン限りというところで、ただですね、今年いっぱいではないんですよね。それが6月の末あたりにもう注文ができなくなるような感じで、商品の入荷は8月の下旬だったかな、そのぐらいまでみたいなところであります。はい、ですね、まあ、当店のお話をさせていただきますと、まあ、うちはですね、40メーカー以上のですね、バイクメーカーと契約しておりまして、まあ、スペシャライズはですね、その中でも主力のメーカーでもありましたし、昔からですね、スペシャライズの製品をですね、愛用しているお客様も、多くいらっしゃいましたので、こればかりはですね、大変、申し訳なく思っておりますし、私たちのですね、努力がちょっと足りなかったのかなというところもあります。でですね、これちょっと結構大変なことなんですけど、新潟県内のお話をさせていただきますと、おそらくですね、取扱店舗、これゼロになります。ですね、まあ他のですね県も見てみると取扱店舗がなくなるという県がかなり多いようですね。で、まあ全国でもですね、かなり名の知れた有名店舗でも、契約がですね打ち切られているような感じであります。で、一応ですね、先ほどもちょっとお話をさせていただいたんですけど、6月末までオーダーが受付できます。で、バイクの方はもうほとんどないんですけど、アクセサリーに関しては、在庫がですね、あるものも、結構ありますので、もしですね、狙っていた商品、そして、愛用している商品とかですね、今スペシャライズのバイク乗ってられる方に関しては、リアディレイラーハンガーなどですね、ちょっと消耗部品関係がありましたら、その予備とかですね、持っていっていただけるとですね、よろしいかと思いますので、もし必要なお客様いらっしゃいましたら、お早めのですね、ご注文をお待ちしております。そうですね、まあ、ちょっと話をしちゃうと、世界的なですね、この自転車のブームの中で、まあ、日本にですね入荷してくるバイクの数がもう、この前もお話しさせていただいたんですけど、圧倒的にですね2021年少なかったんですよね。で、各メーカーで、まあ、おそらくですねこの、2、3年ぐらいでまたちょっと新たな動きがあるんじゃないかなというふうに、考えております。私たちですね、販売店としてはお客様がですね、心からですね楽しめるサイクリングライフをですね、ご提供できれば一番いいかなと思っております。そこがですね多分一番重要なのかなと思っております。お客様にはですね、大変ご迷惑をおかけする場面もあるとは思いますけど、ご理解とご了承のほど、いただきまして、またですね、今後とも、スペシャライズ製品ね、おそらくオンラインで買えるものも結構あると思いますので、こちらでですね、よろしくお願いいたしますという感じで、なかなかちょっと話がまとまらなくて、うちの方もですねちょっとバタバタしている部分もあるんですけど、はい、という感じですね。で、引き続きスペシャライズのバイクに関して乗られている方に関してはですね、しっかり修理とかメンテナンスも全然大丈夫ですし、全然ですね、他店購入のお客様も持ってきていただければ修理の方もさせていただきます。で、今現在ですね、店頭に置いてあるスペシャライズのバイクに関してはまだですね、たくさんあるんですけど、
その中でもですね、注目の、先日入荷してきたばかりのあのターマック SL7 だとか、エイトス、ルーベのですね、新型スラム、アクシス E タップですね、こちらの方ですね、まだたくさんありますのでぜひですねチェックしてみてください。かなりお買い得な価格設定となっておりますので、もしですね狙ってる方いらっしゃいましたら、ご注目くださいという感じでですね、なんだかちょっと寂しい感じのお話になってきましたが、さっきですねちょっとツイッター見てたら、ズイフトのですね新しいコース、まあ、日本じゃないような感じの話があるんですけど、日本風なですね新しいコースができたみたいなんで、ちょっとこれからですね、気分すっきり、そのコースを走ってみたいと思います。ということで、少し長くなりましたが、5月の20日、木曜日ですね、元気いっぱい、仕事していきましょう。それでは、またアップします。